続きまして第11試合オープニングアマチュアブリッジ対親父キック一般 A クラスミドル級1分30秒2ラウンドを行います。はじめに青コーナーよりプロレスムエタイ浩司岡田選手の入場です。赤コーナーより大堀アルト選手の入場です。はい、探します。これでいいよ。
残り時間30秒。第1ラウンド終了。残り時間30秒。両選手32歳の年齢差でございます。赤コーナー大堀選手16歳、北条佳奈選手48歳でございます。試合終了。これより判定に入ります。採点の結果をお伝えします。ただいまの試合2対0をもちまして、勝者赤コーナー大堀アルト選手でございます。勝ちました大堀選手には勝利者メダルが、トロフィーが贈られます。また勝利者賞が中島様、横井様より贈られます。そして勝ちました大堀選手に一言この後頂戴いたします。まず勝利者賞が中島様、横井様より贈られております。そして勝利者トロフィーでございます。はい、そ
それでは勝ちました大堀選手に一言頂戴いたしたいと思います。あ、その前に当日岡田選手に一言あります。勝ったアルト君から喋ってもらいましょう。アルト来い、一言言え。ありがとうございます。めっちゃ強かったんですよ。今ごいくつですか？48です。まず応援ありがとうございます。コロナの時ぐらいから、もともと渡辺ジムに所属して、練習してたんですけど、そこ離れて今自分の家でチームザイオンって名前で、練習させてもらってます。そんで復帰戦でブリッジ初戦からトーナメント出させてもらって、それでミドル級チャンピオン取らせてもらいました。そんで今こうやって本当に僕の中では一番素敵なプロのステージでアマチュアの大会出場できて本当に嬉しく思ってます。よし、話が長いんでこれが喋ります。土井さん、いつも、あ、まあ、後でしゃべる。土井さん、いつも最高のリング用意してくれて本当にありがとうございます。今日良かったですか？48歳対16歳良かったですか？良かったです。ありがとうございます。そろそろ来年ぐらいホーストカップに親父部門を作ってもらおうかななんて密かに思ってますんで、ご検討お願いします。そしてですね、親父キングのチャンピオンになりましたけど、僕も孫が生まれたんでおじいちゃんなんですよ。ちょっと孫開けていいですか？おい、ちょうち出てこいや。よし、今のうちあと喋る。ありがとうございます。本当にこの場に立ててるのは、中島会長の主催してるブリッジがあった頃こそだと思ってます。本当ブリッジ本当に感謝してます。ありがとうございます。これが将来のホーストカップチャンピオン岡田長治です。名前だけでも覚えて帰ってね。最後にあるとお前勝ったんだね、締めろ。今僕アマチュアなんですけど、僕すごいプロに興味あって、今後もっと強くなって、プロで活躍していこうと思ってるので、応援よろしくお願いします。あと、もう一個いいですか？会長、いいですか？やっちゃっていいですか？ブリッジ最高！あと、もう一個ホーストカップ最高！ありがとうございました。はい、それでは記念撮影を行います。アマチュア大会に出られた方、関係者の皆さん、リング上へとお上がりください。はい、アマチュア関係者の皆さん、リングへと速やかにお上がりください。記念撮影を行います。